いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の久保です。今回ね、いただいたコメントを2件読まさせていただきます。一つはですね、私の作った動画、麻生さんがね、10万円なんてもうね配らなくていいんだみたいなことを匂わせるような動画をまあ紹介しましたよね。そんなこと言ってますよみたいなこと、これね、この動画の最後に実際に麻生さんが喋ってるところの動画キャプチャー載せますんで見てくださいね。最後に載せときますから。まずはコメント読ませさせていただきます。あ、カメラがなんかロールダウンしちゃった。はい、こういうふうに言われてますよね。私が麻生さんもう余計なことすんなってね、まあいろいろと怒ったみたいな動画がありますけども、とても共感できます。十分に使えるお金がないから貯金に回すんです。日本の政治家が守らなきゃいけないのはお金ではなく国民の生活だと思います。まあその通りですよね。日本という国は国債の発行が可能であり、財源は税金だけだと勝手に思い込んでいる方がとても多い。ここなんですよ。あのね、財政ってのは税金で賄っている部分がありますけども、税金が全てじゃないんですよ。国債発行で国の運営っていうのができるので、極端な話、税金全く取らなくても国債発行だけで国は運営できるんですよね。まあ、他の事情があって、ちゃんと税金には機能がありますから、だからまあ、バランスを取っていかないといけないんですけどもね。これについては MMT の動画をまたね、見ていただければと思いますけどね。で、自国借金なので何の問題もありません。その通りです。日本は通貨発行権がありますから、お金が足りなければ作ればいいんですよね。お金は日本人が作ります。ね、外国から降ってくるものではありません。EU みたいに、その加盟国が EU 連合かなんかの許可を取って通貨発行しているわけではないんですよ。日本という国はお金が足りなければ日本人が日本の造幣局かなんかでね、まあ正しくは銀行でサインするだけなんですけども、お金が作れますんで、まあ本当にね、いつも言いますけども、日本国民の借金がある人の借金を全て棒引きにしてもビシッともしないんですよ、この国は。だから借金というもので人を支配するために借金というものをね、わざと作らせているところもありますし、ここにちょっと書いてますけども、そもそも日本の資本主義システムは借り入れをしないと富が増えないシステムで成り立っているので、借金がなくなったら世の中からお金が全て消えます。そうなんですよ。借り方と貸し方っていうのがね、簿記でありますけども、こっちにお金が生まれるってことは、こっちに同じだけのマイナス資産が生まれてるんですよ。だからゼロのところからマイナス100とプラス100を生んで、このプラス100で世の中をね、動かしていると。で、このマイナス100をどうするのって言ったら、別にどうもしなくていいんですよ。マイナス100っていうのは架空の数字、便宜上あるだけなんで、じゃあこれがマイナス100のままであっても誰も困らないんですよね。このマイナス100を外国に借りてんだったら別ですよ。外国に借りてたら困ります。でもこのマイナス100っていうのは、いざとなったら、じゃあお金作りましょうかって、100作ってこれ埋めればいい話なんでね。全く問題ないんですよ。で、逆にですね、借金なくしちゃうと、そのこっちでね、100生んだのを、プラス100ってのとマイナス100を相殺するとゼロになるでしょ。世の中の貨幣流通がゼロになっちゃうんですよ。だから逆に借金なんてね、消さない方がよくて、借金って言い方おかしいですね。国債です。国債ってのは借金じゃないですからね。通貨発行の記録ですから。お金を発行しましたよって記録が国債ですから。だから別にその記録なんで、ほっとけばいいんですよ。人類滅亡の日までね、三橋隆さんが言いますけども、人類滅亡の日まで放置しておけば、誰も困らないんですよ。ね、国債を返さないといけないっていう風な義務感に駆られてる人って、もう妄想ですからね。別に返さなくていいわけですから。そもそも返すって言葉が適当じゃないですよね。国債っていうのは、誰かから借りた借金ではないんですよ。国債っていうものなんですよ。お金を作りましたよって記録ですからね。はい、ということで最後に書いてます。嘘ばかり報道しているテレビ局を私はとても憎んでいます。ということなんで、その通りですけども、私たちは賢くならなければなりません。嘘ばかり報道しているテレビ局ってあるでしょ?これはね、テレビ局は視聴者がいる限りテレビ作るんですよ。だから、視聴しないのが一番です。そうすると、テレビに毒されることもないですし、テレビ局はいくら番組作っても視聴率がずっとゼロなので、そのうち作るのをやめますんでね。だから、テレビはね、まあ、NHK 教育だけ見ておけばいいんじゃないですかね。ニコニコプンだけ見ておきましょう。はい。では、次のメールですね。久保さんいつも良い話ありがとうございます。あ、これはね、確実じゃないと行動できないっていう人は、確実は永遠に来ない。お前が確実になれみたいなね、そんな動画だったんですけども、良い話はありがとうございます。確実、確実じゃなく、覚悟があるかないかではないですかね、って私は思います。私は今年50歳です。お、同年代。そして3年前に、あ、
病気になりって、おととしまで散髪屋で働いてました。でも痛み、熱で休みがちになりクビになりました。正直本当に悔しかったです。そうですね、悔しいですね。まあ人を使ってる側としたら、いつ休むか分かんない人ってのはやっぱ雇用できないのも仕方がないところですけども、まあ、住みやすい世の中になってほしいですよね。そしてコロナと主人の給料も下がり、薬代がかかるからもう治療を受けたくないって思った時に、野菜作りの宣伝があって資格取ることにしました。お、野菜方面に進むんですね。それは田舎とか年配の人が買いに行くのが怖いって言ってるのをテレビで見て、私も感染症にかかりやすいから正直買い物外に出るのも嫌でした。でも野菜作りは農家の人も教えてくれる。私は衛生管理責任者の資格があるから。あ、これね、私も持ってるんですよ。これすごいいいですよね、この資格ね。もう共通点多いですね。私はいつでも仕入れて売ることができます。素晴らしい。でも仕入れて売るのも良いけれど、自分たちで作ったものなら安く自分で金額も決められるし、 NPO と連携して困っている人たちは本当にたくさんいます。その方たちが少しでも明るい未来に向かっていける役に立ったら嬉しいと。いいですね。そうあるべきですよね。だからね、こういうふうにね、今メールくださった方みたいに、誰かの役に立ったら嬉しいっていう人が、その誰かの役に立ちたいっていうその希望を叶えられずに、生活費とか借金に追われて、その人本来の色が出せないままね、人生が終わってしまうっていうのはすごく寂しいことだと思いますよね。ですので、本来は一番自分のやりたいことに向かっていけるような、そんなね、人生が1億人分溢れていたら、なんとこの国はいい国なんでしょうって思うんですけどね。でもね、やっぱり現実は生活費と借金とローン、こういったものに追われて、いつ自分の人生が始まるのかなっていうふうに、なんか遠い空を見るような、そんなね、日々じゃないかなと思うんですよ。なんかね、そうであってはいけないなと思いますね。私もね、頑張りますよ。そしてそれを継いでくれる後継者を作って広がればって、自分がいつどうなるかわからない体だから、今私ができるうちにと、この年で覚悟を決めてすることにしました。私も同じような年だと思います。48歳と50歳でね、同じだと思います。今から始めれること、多分ね、無数にあると思います。確かにね、私がね、プロボクサーになろうと思ったらちょっと難しいと思います。でも、なんかね、できるんじゃないかなと思うんですよ、何でも。それは自分が決めることであって、誰かが邪魔するものではないですから、頑張ってやっていきたいですね。すみません、長くなって。今度、月3000、畑借りれるところあるから、借りたいなって思ってます。安く借りてて、いいですね、安く借りれるようでしたらね。覚悟を決めると勉強も進むし、庭に野菜作り今観察してますということで、覚悟ってものはね、やっぱりいいですよね。覚悟ってのはね、行く先が絶望でも、やっぱそれを受け入れるってことだっていうふうに聞いたことがあります。できればね、覚悟決めた後は絶望が希望に変わるような、そんな力を覚悟っていうね、意識が持ってるといいなと思いますけど、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。ということで今日は2通のメールを読ませさせていただきました。とても共感できるというね、高塚正義さん。お、正義の男ですね。じゃあ高塚正義さんと、あともう一通、これは、覚悟だというテーマでね、メールをくださったこの2通、今回読ませさせていただきました。皆さんも感じたことをコメント欄にお寄せください。それでは、ありがとうございます。この夏、1人10万というのがコロナ対策の一環としてなされましたが、当然貯金が減るのかと思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えました。全然金には困ってる方の数は少ない。ゼロじゃありませんよ、困ってられる方もいらっしゃいますから。しかし現実問題、預金貯金が増えました。麻生大臣はこのように述べ、国民一律で10万円を支給した特別定額給付金は貯金に回ったとして、消費を刺激する効果は限定的だったとの認識を示しました。